はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ、では最終シナリオやっていきたいと思います。始まった。で、一応ね、主人公を選べっていう感じで、で、そのまずオルステッドを主人公にするのかしないのかで大きく変わって、なんか新エンディングっていうのはオルステッドを選ばないでなんか仲間全員集めてクリアするみたいな感じだったんで、最初はちょっとオルステッド主人公にしてやっていきましょう。最終編の主人公を選択してくださいということで、オルステッドを主人公にして最終編始めますか。はい、で結局魔王になって、でも魔王ってさ何やんの普段。普段の魔王の生活を知りたい。何してんだろうこいついつも。所詮は己の欲望のために生きる動物。いや、動物にも劣る。獣とて空腹の時以外は必要以上に命を奪わぬもの。だが人間は違う。人間はそれにとどまらず果てしなく欲望を抱く。教えてやらねばならぬ。敗者を顧みない者たちに。おお、動ける。レベルは11だな。あ、なんか何も見れねえ。でさ、姫この中から出てきたけどさ、この中何なの。超謎だな。謎ばっかりだ。で魔王山から出るのか。ちょっともう引きこもりはやめよう。魔王として俺も外に出たい。てかさ、魔王の秘密を知ったのだみたいなことストレイボー言ってたけどさ、それ結局何なん。口を叱ろう。こいつはやられたやつら蘇らせるのか。お前たちと自分の欲望、感情のままに素直に行動していただけなのだから。そう、お前たちは敗者ゆえに悪にされてしまった。そう、勝った者こそが正義なのだ。歴史とは勝者の歴史なのだ。敗者には明日すらもない。この七つの石像とは、この私の持つ憎しみの力で。いや、ちょっと時系列がわからん。憎しみの名を持つ者たち、我々は敗者ではない。だってお凛様なんてさ、あ、調べられた。近未来編でしょ。なんでオデュオが知ってんのみたいな。圧倒的な破壊を持って汚れた人間たちのうごめくよう
浄化するのだ。え？あ、これは歴史を変えてるってこと？救いになるためおでお様がお降りになるでける。ざけんなよ、そんな格好にならなくてもな、一つにはなれんだよ。マジで何これ。ブリキだよ。おでお様、おー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 、俺だ。もはや意味がわからん。どれが強いの。ブリキ大王の方がヒットポイント高いんだけど。そりゃ勝てねえわ。これちょっとこれやっとこう。下がれ下がれ。ジョブジョブだ。ジョブジョブだ。やら。てこれさ、離れてもしょうがないわな。ケルルーショーはこれもなんかあったっけ？無駄だって。おいおいおい。キックっすよ。絶対こっちが不利じゃね。ちょっと待って待って待って、回復もないしさ。なんか下がれ。攻撃力が下がるくらいか。もうとにかくじゃあ状態上だな。86しか。神か悪魔か、この姿。高校。87、倒せる気がしないんだけど。ケルルキック。蹴れ蹴れ蹴れ。いや早いな、蹴るルキック早いよ。ちょ攻撃力弱えけど。いいねいいね、キャンセル。165とか強すぎる。キャンセルしろ。やっぱりくれんじゃねえの。ちょっと900もあんのかよ。俺も400しかないんだよ、ヒットポイントが。いけいけいけ、これ貯めてくれればいいな。パリン、ナミスター終わった。ジョブジョブタンの方が強いけどね、全体ヒットすれば。これいくつ当たるんだっけ。80くらい当たるっけ。80くらい当たんだ。ここでなんとかしてもらうしかないもん。あ、2ヒットすんの。ジョブジョブ使われるときついんだよな。140
39とか。ひたすら蹴り殺しね。しゃあ、ミスってるわ。もう一回。メタルヒット変なの使ってきたな。いや強すぎる。どんなもんや。敗北。いや勝てねえって。ゲームオーバーになんの。じゃあ ODO からいくか。原始時代。お前が破れねば、はびこりはしなかった。愚かなる人間などという生き物。みんなボスの名前似てるからね。こいつ ODO で、 ODO でオディバンリーとかね。野生の純粋なる力を。そうは言ってもな、すげえからな。なんかさ、さらなる力を与えてくれよ。ODO の力見せてやる。急降下、噛み砕き、引き裂き、結局何がいいんだ。なぎ倒し。保護の人々444でレベル1なんだこいつ。なんかやろうとしてんな。やらせはせんよ。いやキャンセルかけらんねん。ウォーウォーか。あ、間違えた。危ねえ。なぎ倒してまず数減らそう。早い、いいね。これルールーかけられたらかなり終わるかんな。ベルとかさ倒せそうじゃん一発で。よし倒した。オーディオは強いぞ。いいぞ。遅かったなザキ。ちょっと待って、入らないんだよこれ。ポーお前も終わりだ。浮きって毒だよね。9。いやこいつはいいな、強い。ODO はいいぞ。なぎ倒しいけるかゴリさん。ゴリさん一人高いな。101。毒から出たいの。おーいいねいいね。16くらい。まあなんてことはないけど。まああいつはしびれてるから、その間になぎ倒すか。ここはいけるな。早いし ODO しかも。近未来編のブリキ大王さすがに強いからな。あいつをどう攻略するか。ちょっとあいつ後回しにしよう。まあ半分も減らないうちに倒せるっしょ。だからか人間風情が恐竜にかなうとでも思ったか。あとは猿が1匹。ちょっと毒から出よう、鬱陶しいから。52か。半分は減っちゃうか。まあまあまあ別に安定だな。
最後の悪あが来てる。クソを投げてきたか。無駄だよ、負けはせん。勝った。オーディオ、さすが現象の力。これ正しい歴史が作られる。あといけそうなのオディバン・ディ強かったからな。どうしよう、ちょっとディオ久々に行ってみるか。戦にて敗れし魂たち、お前たちの願いを阻む権利を持つ者などいはしない。さあ向こうの世にその力で新たな歴史を作るのだ。てめえか、ファイクたちを可愛がってくれたな。このオーディオなんだ。俺の可愛い子分たちが世話になったとはちゃ、たっぷりと礼をしないとな。一人もしかして子分全員やられた。受け取ってくれ。このガトリング銃の弾をな。子分は全員やられている。もう懐かしい。できねえで。三段。これ多分ガトリングが一番強いよね。いや、突撃ラッパー、あ、突撃ラッパーもいいんだ。突撃ラッパーもいいけど。ガトリングだいぶダメージ当たるはず。ほら、めちゃ強えもん。絶対負けないよ。無駄よ。そんなもんか。こいつが一番強い。ほら行け。似合わない。超強え。これがガトリングの力。俺のガトリングガンは無敵よ。その通り、無敵よ。あとちょっと待って、あれオディバン・リーどっちだこれ、右と左。あ、どっちかが現代編の、なんかもう名前すら忘れちゃったよ。ちょっとマザーコンピューター行ってみるか。無より生まれしも、いや、お前もまた人間の手によって生を受けた。人間の勝手な都合で同じ作られたものに負けたのだ。さあ戦うのだ。いま一度。ここら辺を見たんで、キルユーしましょう。で、取り巻きは取り巻きねマザーコンピューターだけちょっとオーディオ系の名前じゃないんだよね。何がいいんだ、高速アナライズとかしてもしょうがなさそうだしな。ドライブハック、ハードプロジェクト、こいつさ攻撃させてないからさ、何の攻撃が強いのか分かんねえんだよな。なんかこれ毒になってんな。ちょっとやってみるか、高速アナライズ。なんか弱え。下げたけどアンチフィールド早い。
強い。ハードプロテクト、これガチンコ勝負だな。ハードプロテクトか、システムリカバー、システムリカバーってもしかして回復できる。ちょっとやってみよう。回復あるとでかいぞ。いいね、回復あるのはでかい。インフォリサーチ、攻撃力下げられたか。ドライブパックミス、強そうだけどね。あ、感電になってる。あ、ドライブパックさっきのやつか。でも今能力下げられてるからな、当たんねえんだよな。あ、これでシステムリカバーする。ノイズストリーム、なんかやばそうだ。ハードプロテクト当たるか。当たんない。リカバーしよう、システムをリカバーする。直れ、電撃ダメージ結構当たんな。てか直んねえし。スピンドライブは結構食らうんだよね。31、ドライブバックだな。あ、これ自分のところにも電撃食らっちゃうんじゃん、もしかして。50か。ノイズストリームマジでうざい。やるな。よし、倒した。まあ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 、いけるね。いや、そうするとあの大インコ像だけがマジで弱えな。ブリキダイオが強すぎるんだよな。ちょっともう一人いくか。じゃあ、どっちが、こいつオディワンリーダーな。ちょっとこいついくか。現代編の最強、最強たる最強。平穏なる時代において戦いの道を選ぶ。一度は最強の座についたのに敗れた。時の運だったことを示す。今一度最強の座に返り咲くのだ。手ぬるいぞ。程度の雑魚に勝ち、奴らの技を得て最強になったつもりだろう。それはお前だけではない。俺は奴らにきっちりと刺してやったよ。とどめをな、甘っちょろいガキのナムキャット。見せかけだけのルチャ野郎、関節技だけのハム。所詮ウドの大木の矢受け屋に道家に住みマグマス、そしてあの森部とかいう老いぼれ、どいつも己の弱さゆえに死んでいったのだ。お前の名を残してだ。倒した者の命を立てずして真の勝利などない。フフ俺か、俺こそが最強。オディオブライトだ。オディオブライト全く覚えてねえわ。てめえ、てめえがやってることは格闘技じゃない、ただの殺戮だ。ナムキャットの足技、グレートエイジャの飛び技、ハンの関節技、ジャッキーの力、モーガンのパワー、モリベのじいさんの奥義が、そしてこの俺の怒りがてめえをぶっ潰す。
いや、こいつは結構強かった気がするぞ。楽しもうか、殺し合いを。ボディオーって書いてある。なんとか鉄砲デスズサイズ、何なんだこれ。何がいいのかが分かんねえかんな。570万のこいつヒットポイント。効かん。いや、あんまり効いてないな。確かに行くぜ。ナメキャッゲッツェ。テレビルシャウト、あ、これなんかちょっと自分のあれを上げるのかな。あ、回復できる。まあまあまあ、よし、いいねいいねいいね。ちょっと待って、じゃあ、ちょ、どこまでついてくるんだこいつ。アクロなんとか使うか。これが最強の技。176、いいね、強い。おお、強い。あ、下がるのか。いや、下がるけど、ちょっと待って、キャンセルされた。いや、ただもうこれで行くしかない。まだまだ小僧。どんだけ当たっちゃったら、まあ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 、下がったとはいえ強力な攻撃があればもうなんとかなんだこれ。最強の技。もう関係ないね。基本は倒せるんだな。まだ死なぬとはな。終わりだ。うわ、何使ってきた最後の。大丈夫だ。スーパーイラズマヒェー。クリステルシ。まあ楽しませてくれる。じゃあ財布ちょっとこれ使ってみよう。こっちで一歩上行けねえし、ここか。なんとか鉄砲コキ24。弱っ。何の技があるのかを把握しとかないといけないな。よし、とりあえず4体倒したところで、で問題はこいつだよマジで。いきなり戦っていきなり苦戦して死んだからな。とりあえずなんか、じゃあ全員歴史を塗り替えるためにボスキャラに勝たせる感じですね。ということで魔王オーディオ編、第1回目はここで終わりにして、次回次やっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。